山寺です。まあですね、上本町、谷町9丁目ですね、ハイハイタウンに来てるんですわ。これすごいね、レトロなビルというか、もうだいぶ古いですよね。40何年経ってるんですよね、建築してから。このね、地下1階に、地下ですね、地下にすごいね、酒場がよくあるんですよ。まあ大阪駅で言うたら、大阪駅前第1ビルとか第2ビルね、大阪駅前ビルですよね。あれにみたいな雰囲気の感じなんですよ。で、ちょっと飲み屋街ね、昼間、今からね、多分11時から開くお店がね、あるんで、そこからちょっとね、飲み攻めしてみたいと思います。これね、ハイハイタウンのショップ案内図なんですけどね、やっぱり B1 階ね、飲み屋街多いですね。ちょっとね、3、4軒ここではしごしてみたいなと思います。朝の11時からね、スタートして、まあ夕方ぐらいまでね、体が持つ限り飲もうと思いますね。なんかこの辺ね、ほんまになんか大阪駅前ビルに似てますよ。毎回思うんやけどね。でなんか結構ね、魅力的な飲み屋さんがよくあるんでね。まだね、11時、あともうちょっと、あと1分ぐらいで11時になるんですけどね。11時になってから取れやとか思うかもしれませんけども。まあ、ここは変態ぶりなんでね。まあ、でも変態ぶりということで。しえちゃん。なんか味があるな。ただね、11時から開くお店と、極端にね、夕方から開くお店、ここはね、電車のとこね、昔行ったんですよ。鉄道バー、電車好きにはね、ちょっとたまらないお店なんですよね。たまらないお店です。なんかこう、外観が電車みたいになってるでしょね。まずはですね、1軒目ラン、ここね、お食事酒どころランさん、朝から飲めるそうなんで行きたいと思います。まずはですね、ハイボール飲むんですけど、これちょっと待って、おかしい、絶対おかしい、ウケるわこれ。ここまで全部ウイスキーですよ。でこれソーダね、自分で入れるんですけど、これ350円安い。ありがとうございます。すげえ安いっちゅうか、濃いやろこれ、うん、いただきます。濃いけどさ、薄めるに薄められへんやん、これ入らへんもんだってね、うん。焼きアナゴを取ってきました。これ、ね、冷蔵ケースから取ってきて、お店の人に渡すとね、多分温めてもらったんでしょうね。タレがかかってます。いただきまーす。うまっ。とにかく濃い、薄めたりです。ちょっと薄める。ほんまに濃いわ、これめっちゃびっくりしたわ、ほんまに、うん、もうね、アナゴ、焼きアナゴとね、めちゃくちゃ合うわ、こういうハイボールと、うん、うまっ、うん、ありがたいですね、こういうね、11時から空いて飲めるっていうのはね、すごい嬉しいですわ、うん。なんかいろいろ食べたいなと思うけども、今日はね、件数もあるんで、あんまり食べ過ぎにと言いながら食べるんだけどね、またね、うん。もやし炒めですね、注文しました。これがね、380円ですけどね、上にね、この目玉焼きが乗ってるのが嬉しいですよね。これ目玉、これをね、まあ、ちょっと潰そうかな、軽くこう、ちょっとこう、こんな感じでね。で、潰したところは食べず、もやしを食べるという、うん、あ、おいしい。濃いめの味付けでお酒が進みますわ、うん、おいしいですね。これね、もやしだけじゃなくてね、豚肉も入ってるしね、栄養たっぷりですわ、うん。
がり前。ハイボールがね、めっちゃ濃いんでね、すっごい進むというか、おかずが欲しくなりますわ、うん。サバの煮付けですね、これ480円かな。ちょっとね、お腹のところ、ここがまたほら、美味しいね、脂が乗って、これ、いただきます。ご飯欲しなるな、これ甘辛いね、甘辛っていうのは 甘すぎないんですよね、このハイボールと合う、うん、もうご飯欲しいですよ、うん、うまいわ、ここなかなか、いいお店ですよ、うん、うまいわでね、これもやし炒めもね、もういっちゃいますけどね、うん、うん、濃いめの味付けで、酒が進みますわ、うん、おかわりもらおう。次ですね、土手焼き、こちらがね380円。やっぱね、土手焼きはちょっと一味をねパラパラっとこうかけてねいただくのが一番美味しい食べ方やけど、ここの土手焼きってなんかちょっとアキレス腱ちゃうかな、もしかして。これアキレス腱と山寺めちゃくちゃ好きなタイプなんですよ。いただきます。あ、うまっ、うん、よーくねとろっとろにね煮込まれた、うん、土手焼きですわ。うまい、これはお酒欲しなるということでね、2杯目のハイボールです。ちょっとこれまた入れます。やっぱ炭酸余るね、まあ、おお酔っ払うぜ、うん、これやっぱりサバはってうまいよね。サバはほんまにね、たまらんわ、うん、煮汁をねたっぷりつけていただきます。身が柔らかくてしっかりね、煮汁が染み込んで美味しいわ。あのね、甘めの、煮付けも好きなんですけど、これはねそこまで甘めじゃないんですよ。だからね、これが進むんですわ。あ、濃いわ、ほんま薄めたいねんけどね、これ飲まんと薄められへん、これ飲まんと薄められへんしね、飲んだら酔うし、もうね、ここ1軒目なんですけどね、1軒目で結構ね2杯飲んで結構いい心持ちになってますよ。もう分かるでしょ、ちょっとなんかこう今日は酔うてんなみたいな思いませんかね。やばいな、これはビームいっておきますわ、山寺ビーム、
もう酔うてますわ。校内ビーム出すと酔うてますよ。はい、今ですね、ランさんで飲み食べしてきました。ここはね、魚の煮付けとかね、すごく美味しかった。なんか手作りのね、料理、なんか懐かしい感じのね、料理が多くて、ハイボールが濃いとが印象的でした。2杯飲んでね、結構酔ってますよ。わかるでしょ、1軒目なのにこんな酔ってますよ。でもまだ2軒目行きますよ。今後ね、1軒目、2軒目、3軒目と行く中でどんな感じでね、山田屋が酔うか見てみてくださいということです。いつもですね、山田屋の YouTube 見ている視聴者の方々、本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。次行きます。